神奈川県横浜市のみなとみらい地区です。ここ神奈川選挙区では改選定数が1増えたものの、多くの候補者が名乗りを上げ、大混戦が予想されています。神奈川選挙区では4議席をめぐって11人が立候補しました。自民党の新人島村大志は歯科医師から転身し、この参院選に挑みます。都議選で圧勝した自民党の高い支持率を追い風に当選を目指します。まずはこの経済再生、成長戦略を推進させていただき、しっかりと景気が良くなるということを、訴えさせていただき、それを実行させていただきたい。都議選で惨敗した民主党からは現職の牧山博恵氏が出馬。必勝を期して参院選に臨む牧山氏は安倍政権を痛烈に批判します。自己責任、自公政権のこの方針で本当によろしいんでしょうか。私はこの参議院選挙を通じてはっきりとノーを突きつけたいと思っております。現職の松明副代表が引退する公明党は、後継候補として新人佐々木さやか氏を擁立。弁護士としての経験から生活者の視点に立った政治を目指します。自分らしく自分の力を発揮をして活躍をしていける、そのようにお手伝いをしていく、それが私は政治の大きな役割であると思っております。みんなの党からは前の神奈川県知事松沢重文氏が立候補しました。神奈川県民に対する圧倒的な知名度を武器に当選を狙います。神奈川からの改革を日本に広げるという、大きな目標があるので、神奈川と日本を、関連づけてというか、もう神奈川というのは日本を引っ張っている地域だと思いますので、その改革を日本中に広げれば日本が良くなると。去年民主党を離党し、今回日本維新の会から出馬した現職の水戸正史氏、党の支持率低下という逆風の中、巻き返しを図ります。我々市民はその時々において大声を張り上げて我々市民の主張を訴えてまいります。神奈川県から全国に向かって発信していく、何卒よろしくお願い申し上げます。都議選で躍進し勢いに乗る共産党からは畑野君江氏が立候補。アベノミクス批判を展開し、安倍政権との対決姿勢を鮮明に打ち出します。アベノミクスで暮らしは良くなりましたか。ありません。物価が上がった、給料は上がらない、消費税が増税されたら大変です。緑の風からは開成町の元町長、新人の露木純一氏が出馬。原発、TPP 参加、消費増税に真っ向から反対します。短編級に原発に頼って、そして TPP に入っちゃって、で消費税を上げちゃったよ、そしたら日本はもうおしまいになってしまうじゃありませんか。社民党からは新人の木村英子氏が立候補。反原発を軸に環境問題やエネルギー問題について自身の考えを主張します。一気でも原発を減らしたい、何よりも自分たちの手でエネルギーの安全保障を確立していくことをしっかりと取り組みたいと考えています。このほか無所属の新人森下正勝氏、諸派の新人及川幸久氏、諸派の新人溝口俊盛氏が立候補しています。果たして有権者はどの候補者に未来を託すのか。混戦模様の神奈川選挙区から目が離せません。